はい、本日はですね、ノースフェイスとモンベルのジャケットは何が違うのかというところのお話をしていきたいなというふうに思います。で、まあ今はこんな感じで2つ並べてて、こっちがノースフェイス、黄色の方がノースフェイスで、黒の方がモンベルっていう形になってるんですけども、まあよく買い物とかしててですね、あ、ノースフェイス最近流行ってるやん、みたいな感じでパッてタグとか見たりしたら、結構高いな、みたいな。で、パーってなんか見に行って、モンベル見たら、結構安いな、みたいな。でも何が違うかがちょっとよくわからへんけど、値段は違うな、みたいな感じのって結構あったりすると思いますし、あとそれ以外にもこうやってパッて並べても、実はまあ値段が倍ぐらい違うんですけど、なんで倍ぐらい違うんかっていうのがですね、まあ、よくわからんかったり、まあ多分倍も値段違うから機能全然違うんやろなって思ってる方もいらっしゃると思うので、まあ、その辺のお話を細かく見ていきたいなというふうに思いますので、今からお話していきたいなと思います。ではまず値段から先に言っていくんですけども、こちらの黄色の方のジャケットっていうのが、ノースフェイスのクライムライトジャケットっていうジャケットなんですけど、値段がですね、3万円の消費税っていうことで、まあ3万3000円になってるんですけど、こっちのモンベルの方のジャケットっていうのが、16,800 円に税っていうことで 18,000 円台ぐらいですかねっていう感じになってて、まあ、大体倍近く違うっていう流れにもなってるかなと思うんですけど、倍も変わらへんですね。まあその、まあ倍ぐらいっていうことにしといて違うって感じなんですけど、まあもちろん似てる部分は似てる部分でありますし、違う部分は違う部分であるんですけども、まあ用途としては基本的には登山用途であったり、あとマッチでも切れたりっていう用途に関してはどっちも同じですし、まあそれ以外には宮沢賢治じゃないんですけど、雨にも負けず風にも負けずって言って、雨降ってきてもカッパにもなるし、まあ、風が吹いててもしっかり体を守ってくれるっていう機能ももう全く一緒になってですね、もうなんやったらそれを作ってる構造、よくこのマーク見ると思うんですけど、このゴアテックスっていうマークあると思うんですけど、このゴアテックスっていうのが両方とも売るときに付けられてる感じになってるので、もう機能的にも同じですし、生地の構造っていうのももう全く一緒で、こういう膜があるんですけど、こういう膜をこの表の生地とこの肌に当たる裏の生地でガッチャンってしてる感じになってて、この膜があるおかげで水がジャケットの中に入ってこないっていう仕様になってるんですけど、そういった構造がもう全く同じっていうことになってですね、こんな登山用品でもあるし、街でも着れるし、まあその水も入ってこうへん、仕様も同じやし、まあ雨にも負けず風にも負けずやったらもうほぼ同じやんけいう感じだと思うんですけど、やっぱりでも値段がその倍近くっていうか、まあ1万円以上は開いてると思うんですけど、まあそれにはそれなりの理由っていうのがあってですね、まあそういうところのお話をしていった上で、こう見ていただいてる方が、あ、俺やったこっちやなとか、いや、俺やったこっちやなっていうのをまあ判断していただければいいかなというふうに思いますので、値段が安いからこっちがコスパがいいっていうわけでもないですし、値段が高いから機能がいっぱいついてるというわけでもないので、まあ今からは違う部分っていうのをお話していくんですけども、まず違う部分っていうのがですね、重さっていうことになってるんですけど、まあ機能的にはほぼほぼ同じになってるんですが、軽量、重さがちょっと違うんですが、こっちの黄色の方のノースフェイスのジャケットっていうのは 270g っていうことになってて、こっちの黒のモンベルの方は 335g っていうことになってて、まあ、重さの差で言うと 65g になってるんですけど、やっぱりその 65g っていうのは、まあ、普段街中で着てて感じるような差ではないんですけど、まあ、このジャケットってこっちのタイプはこういう袋がついてて、ノースフェイスのロゴが入ってる袋がついてるんですが、モンベルの方はモンベルの方でこういったモンベルのロゴが入ってる袋がついてるんですが、こういった袋に入れるんですけども、やっぱこう入れた時に 60g の重さが、まあ、後々になって響いてくるんですけども、まあ、それがどういう方かっていうと、やっぱり登山してる方とかは荷物をよく入れられたり、テント入れられたりとか、いろんなものを入れられてると思うので、たった 60g でもやっぱりだいぶ違うと思いますので、まあ、同じスペックなんですけど、より軽量に作られてるノースフェイスの方が、まあ、値段も高い分持ち運びにも適してるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、まず違う部分っていうのは重さということになってて、次の違う部分っていうのがですね、生地の厚さになってるんですけど、まあ、これがですね、ほぼほぼ同じような裁断、これここで区切られてて、これも同じようにここで区切られてて、でこの腰のところも同じように生地が裁断されてて、ほんま生地の裁断のパターンってめちゃくちゃ似てるんですけども、生地の分厚さっていうのが違うくてですね、こっちは非常に薄い生地になってて、逆にこっち側はですね、まあ普通ぐらいの生地感になってるので、ちょっとノースフェイスに比べるとモンベルの方が生地が分厚いんですけども、まあそれぞれにいいとこ悪いところってあるんですが、まあ生地が薄いっていうことはそれだけ動きやすいっていうことになってるので、まあよりそのスポーツとかアクティブに着ることを想定されているようなジャケットになってて、どっちかというとこっちは生地が分厚い分、動きやすさっていうのはちょっと劣るんですけども、まあそれに比べて丈夫さはあるっていうことになってて、やっぱり生地って分厚ければ分厚いほど丈夫やと思うので、そういう部分ではこう、まあ吸ったりとかしてもこっちの方が
丈夫には作られてるんですけども、まあそういった部分の生地の分厚さが違うので、こっちが20デニール、こっちが50デニールなので、倍以上生地の分厚さは違うという感じになってます。で、ちなみにこの20デニール、50デニールって、そんな数字ばっかり言われたってようわからんけど、これ違いわかるんかって言われたら、実際これ着比べるともう全く違うので、20デニールの方は、やっぱり確かに薄いなとかしなやかやなっていう印象なんですけど、こっちの50デニールの方は結構生地がはっきり、腰張りがあるというか、パリッとしてる感じやなっていうことになってるので、同じナイロンを使ってて、同じように、こういった膜を使って防水ジャケットを作ってるんですけども、生地が分厚いか薄いかだけによっても動きやすさというか着心地はやっぱり違うので、より着心地を求められてる方とかであれば、このノースフェイスのクライムライトジャケットの方が着心地はいいと思いますし、より頑丈さを求められてる方とかであれば、こっちのモンベルのレインダンサージャケットの方がいいかなというふうには思います。でですね、まあ決定的な違いというのはその辺になってて、あとは結構似ててですね、まあこの辺の止水ジップっていうのも全く同じになってますし、それ以外にもこの首元のドローコードでフードを被った時にこの辺をキュッて締めるような仕様もこれも同じようになってて、でさらに腰元のドローコードっていうのも両方ともあるので、でなおかつ袖口とかにあるベルクロって言われるこのテープのとこでサイズを調節するのも両方とも同じような感じになってて、半分はゴムで作られているので、しっかりベルトを閉じた後でもギュッてこう伸びるような仕様になってて、まあそれもでモンベルの方もこれと全く同じように作られてて、であと裁断のパターンもほぼほぼ同じになってて、まあ先ほど言ったようにここまあこれ色が違うので分かりやすいと思うんですけど、ここで切られてて、でここにもラインがあるんですけど、ここラインがあってっていうのも同じような形になってて、で両方とも立体裁断って言って、その平面裁断じゃなくてしっかり体の動きに沿わしたように裁断をされてるっていうことで、両方とも動きやすさを重視して作られてるんですが、まあ、さっき言った軽いとか生地が分厚い薄いだけで倍ぐらい値段が違うのって、お、それはちょっと違うなって思う方もいらっしゃれば、いやまあそんなもんやろって方もいらっしゃると思うんですけど、まあそれ以外にはですね、まあ、これはちょっとまあマニアックな話になってあんまり関係ない人も多いんですけど、まあ、こういうノースフェイスのジャケットのこのクライムライトジャケットに関してはですね、これ研究費っていうのも上乗せされてる部分がありまして、より着心地が良かったり、より快適性になるようにっていうので、各ジャンルのプロ、例えばシーカヤックであったり登山であったり、プロに着用してもらってフィードバックを聞いてさらに改良してるっていうような、まあ、研究費とかも上乗せされてる部分があるので、もともと着心地とかはいいですし、裁断とかもしっかりされてるんですけど、さらにそれ以上にもうプロも満足できるようなクオリティで作ってるっていうのが、まあ、値段の違いになってるっていうことで、じゃあそのプロが満足するのってどんなとこやねんっていうとこなんですけど、まあ、こういうですね、首元のドローコードとかっていうのがこっちのモンベルの方であれば、穴があるんですけど、この穴があることによってここから水が入ってくる恐れ、侵入はあるんですが、もちろんこれもこの中には入らなくて表面上に水が溜まるだけなんですけど、まあ、そういう部分がこっちのノースフェイスの方には全くないので、水が絶対入ってくることもないですし、さらに生地が同じナイロンを使われてるんですけども、ナイロンでもやっぱり多少の生地の違いっていうのがあって、こっちの方は少し高級な生地っていう感じがしてですね、こっちのモンベルの方は少しカッパに近い、一般的にはカッパに近いような生地感っていうのが、まあ値段の差になってるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ総括していくと、まあ基本的なスペックとしてはもうほぼほぼ変わらないということになってて、必要なスペックはもう揃っ、お互い揃ってるんですけども、まあそれ以外のさらにもうちょっとクオリティを求めたり、もうちょっとディティールを求める方っていうのは、このノースフェイスのクライムライトジャケットはまあ研究に研究重ねられて作られてる部分もありますし、そこは高いとは思うんですけど、いやそういうのは全くいらんねんっていう方とかであれば、もう機能としてはほぼほぼ同じになっているので、まあ約値段が半分ぐらいで買えるこっちのモンベルのレインダンサージャケットの方がコスパはめちゃくちゃいいかなというふうに思いますし、まあどういった用途で着るかにも変わってくるんですけど、まあ基本的には高いやつより安いやつの方がいいと思うので、まあノースフェイスのジャケットをおすすめする方っていうのは持ち運びをしたい方、まあ例えば登山とか遠征とかもそうなんですけど、そういった方とか、まあ次が細かいディティール、さっき言ったみたいにこういうドローコードの穴が開いてないであったりとか、ナイロンの質感が少しマットで高級感があるとかっていう細かいディティールを求めはる方で、次がノースフェイスのロゴが欲しいっていう方であれば、まあ、この2着を比較した時はこっちになってくるかなというふうには思うんですけども、それ以外の方っていうのであれば、別に防水ジャケットで雨が入ってこうへんくて機能的であればそれでいいっていう方であれば、まあ、全然モンベルのレインダンサージャケットは僕個人的には結構おすすめなジャケットになってまして、1万円でこのクオリティやったら一着は持ってて間違いないやろうなっていうふうには僕個人的には思います。まあ、なので友達とかに防水ジャケットとかゴアテックスが欲しいんだけど何がいいってもし仮に聞かれた場合は、もう真っ先にこのモンベルのレインダンサージャケットが一番いいと思うでっていう感じでは言うと思いますし、
まあ、さらにバイクが乗る方であればこれにパンツをつけても約3万円ぐらいで上下が揃うので、こっちのノースフェイスのジャケットは上だけで3万円するんですけど、モンベルの方であれば上下セットで3万円ぐらいで揃うので、自転車乗る方、バイク乗る方、あとコスパのいいジャケットを求めてはる方とかであればこっちをまあ僕はおすすめするかなというふうに思います。はい、ということになってですね、まあ、買い物とか行ったりとかして値段全然違うけど多分昨日違うんやろうなと思ってた方は、あ、昨日は一緒なんだよというのが分かったかなというふうに思いますので、まあ、あとは細かい部分のディティールであったり、よりプロの方が着るように作られてるっていう部分で値段が上がってるのが違いないなというのが分かっていただけたかなというふうに思います。はい、ということになってますので、まあ、どちらもいいジャケットはいいジャケットなんですけど、まあ、着る方の用途によって、まあ、少し違うかなというのがまあ結論になっているので、まあ、その辺を参考にしていただければなというふうに思います。それぞれのジャケットの特徴であったりサイズ感というのはですね、まあ、別動画でお話はしているので、そちらは動画説明欄に貼ってますので、興味ある方はそちらからご覧ください。ではですね、本日はノースフェイスとモンベルの防水ジャケットは何が違うのかについてお話ししました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。